チャンス、 Go go let's go、Everybody, how are you doing? Eriko chan time is starting. This program is brought to you by Eriko Company Limited, publishing NHT Nishihiroshima Times. We will send you energy, excitement, smile, and happiness. 皆さんこんにちは。お元気ですか？ Eriko chan Times が始まりました。この番組は西広島タイムスを発行しております印刷会社株式会社エルコの提供でお送りいたします。皆様に元気、ワクワク、笑顔、そしてハッピーをお届けします。広島市の西区佐伯区廿日市エリアで11万部以上発行しております西広島タイムスの最新情報をお届けする番組です。番組最後にプレゼント応募のキーワードを言います。そのキーワードを LINE の西広島タイムス公式アカウントより入力して申し込んでくださいね。あとはがきでも受け付けます。宛先は最後に言いますね。本日のパーソナリティは株式会社エルコ代表のエルコちゃんこと沖縄梨沙です。よろしくお願いいたします。今日は FM 廿日市のスタジオでゲストさんをお迎えして頑張ります。本日のゲストは株式会社広島松田代表取締役会長兼 CEO 松田哲也さんです。後ほどスタジオにお迎えいたします。エルコ頑張るコ、エルコちゃんの口癖、インスタグラムで時々つぶやいています。よかったらフォローしてくださいね。エルコちゃんを探せのコーナーとかあって、ちっちゃなちっちゃなエルコちゃんを見つけたらいいことあるかも。ついでにエルコちゃんの LINE スタンプ第1弾第2弾もよろしくね。西広島タイムスからのお知らせ。今週は5週目で休館日でしたので、先週号のおさらいをしたいと思います。一面は美味しそうなじゃがいも掘りの記事でした。津田保育園の園児たちが可愛かったですね。はい、そして、プチタイムス英会話は先週やりましたので、前々回7月の17日号、エルコちゃんがお休みをして英会話が飛んだので、その時のおさらいをしますね。英語のみ読みますので、意味をシミュレーションしてみてください。日本語訳は7月の17日号西広島タイムスを見てね。 LINE でお友達になると電子版も見れますよ。では行きます。 Happy anniversary! It is our company's 55th anniversary this July. Thank you so much. I succeeded my father as the president of the company in November 2015. Our mascot character Eriko-chan was born on our 50th anniversary.This year, we made her theme song Happy Eriko-chan. We are now in the process of making a stretch dance for Happy Eriko-chan. Coming soon! Thank you! こんな感じでした。エルコ55周年のお話でした。こちらは、YouTube でも配信しておりますので、チェックしてみてくださいね。それでは新聞に戻ります。まだ捨ててないでしょうね。廿日市市ではタクシーが1回500円引きになるそうですよ。貸切バスも半額ですね。助成していただけますね。素晴らしいですね。廿日市市民の今度妊産婦さんも5万円の給付が始まるみたいです。廿日市ってとっても優しいですね。そしてですね、人in西広島、こちらは中小企業家同友会でもご一緒させてもらっている中国神話株式会社の田原社長さんです。とっても明るくて前向きで面白い社長さんで、実はお笑い芸人としてテレビ出演したこともあるそうですよ。はい、そして会社はですね、ホテルや病院などにアメニティとか備品の卸売りをしておられます。お父さんから引き継ぎました。また近々ラジオに出ていただく予定がございますので、その時に詳しくお話を聞きますね。はい、それでは気になるあのお店、この場所、カルビ大陸廿日市店です。一人でも気軽に焼肉、はい、すごい美味しそうですよ。ランチセットもありますし、オープンして約20年、新型コロナウイルス の影響でですね、5月まで臨時休業していたこともあり、心配した常連客からも励ましの言葉をもらうこともあります。岡田店長さんは家族で夕食に利用してもらうなど地域に支えられてきたので本当にありがたいです。今後も頑張っていきたいと思ってます、ということで応援してあげてくださいね。カルビ大陸廿日市店さんです。よろしくお願いします。はい、それでは
次はですね、あ、見ていただけましたでしょうか。ドラゴンフライズの田渡亮選手、アメリカの大学でプレーしておりました。はい、ポイントガードでしたね。はい、アメリカでね培ったそういうノウハウをですね、我らのドラゴンフライズで発揮していただけますよ。こちらも動画がありますので YouTube の方見てください。あとはジャパンフェスタに出場する、縄跳びの日本一を目指す井原さんですね、西区高5の方です。こちらはですね、縄跳び大会ジャンプロープフェスティバル2020縄跳びでつながろうというあの連盟主催 の, 会あの大会に向けてとても練習に励んでいるということです。実はですね、同フェスタは当初9月26日で愛知県で開催する予定だったのですが、まあ事前の動画提出によるオンライン配信型での大会になるということですね。はい、強気で勝つんだという気持ちで臨みたいとのことです。井原さん頑張ってくださいね、応援してますよ。はい、まだまだたくさんありますか。あ、一番最後の面で紅茶の魅力を伝えながらビジネスの幅を広げる株式会社アルモニーの広瀬優子代表です。まあ、この方は本当にいろいろね幅広くご活躍されておりまして、今は卵を使った新商品を出したということで、記事に載ってますので見てください。あとは恋のテイクアウトマップができましたので活用してみてくださいね。もう本当にたくさん、ご案内したいんですけれども、まあ、たくさん。そしてですね、あ、お待たせしました。来週号は、なんと8月7日号はワクワクプレゼント企画です。第2弾です。前回の5月は1619件の応募があり大反響でした。そして皆様からの大プレゼント企画をお願いしますとたくさんのメールやお便りをいただきましたので、来週号で企画いたしました。本当に楽しみに、ワクワクしますよ。空の下のビーチバー、夕日も最高、江田島海の巣スパリゾート。え、何の巣？海の巣。今週のエルコちゃんが会いたい。はい、今週のゲストは株式会社広島松田代表取締役会長兼 CEO 松田哲也さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お久しぶりでもないけれども、ちょっと前に会いましたかね。そうですね、オリズルタワーで、はい、お越しいただいて、はい、お会いしました。はい、まあ、皆さんご存知と思いますが、まずは自己紹介お願いします。はい、松田哲也と言います。株式会社広島松田、松田の地元松田の車を販売するディーラー業を本業として営んでいます。この近くで言うと住之浜、五日市町の住之浜にある広島松田五日市店が私の店になります。松田車をお買い求めの際はぜひよろしくお願いします。で、松田だけではなくて、今お話が出たようにオリズルタワーといろいろな多角経営をしておりまして、日々新しい仕事を作るというようなことが今私のライフワークみたいになってますね。はい、いろいろね多角経営されてますよね。はい、その中でもやっぱり思いが強いのがオリズルタワーということ で、はい、で私あの広島商工会議所女性会でちょうど、はい、オリズルタワーがオープンした2016年にですね、女性会で行きました時に、はい、哲也さんがなんとオープニングの講演会をされていて、もう私感動したんですよ。社員さんとかその原爆の思いというか、はい、そちらの説明をちょっと皆さんにしてください。そうですね、はい、もともと広島松田というのは私の祖父松田宗也という、うん、じいちゃんなんですけども、うん、うちいちゃんが、創業者になるんですけども、うん、昭和20年1945年の8月の6日の原爆で、祖父諸共全社員全社屋が、亡くなったと、ね、消失をしたということになります。その場所が、猿楽町といってですね、うん、今の原爆ドームオリズルタワー周辺のすぐ近くにあったんですね。うん、そこが、松田家の創業というか、うん、うちの家の創業なので、いろいろなご縁があってですね、うん、また同じ場所に戻ってこれたというのは、そうですね、社員とすごく喜んでます。はい、そう語っておられましたので、そういうね思いが詰め込んだオリズルタワーということで、はい、そして広島の地でね、外国人さんやね世界中の方にそういう平和をね届けたい、
平和の願いを届けたいということで鶴をね、はい、一羽一羽落とすようになってますよね。そうですそうです、はい、落としましたよ、はい、私もね、はい、何回か言ってます。ありがとうございます、はい、そのたびにもう本当に心を込めて、はい、折り鶴を折って飛ばしてますよ、はい、オープニングから4年経つんですけども、はい、今も60万倍以上60万倍、はい、折り鶴が溜まっていってます。すごいですね、はいはい、ではもうたくさん後でまた折り鶴タワーのことは言ってもらうとして、はい、あと松田車ね、私もファンなんですよ。ずっと松田結構乗ってまして、今はアテンザの赤、はい、カープを応援しといたからね。はい、ソウルレッドですね、はい、そうですそうです、はい、そうですよ、はい、松田のカラーといっても、はい、広島のカラーといってもいいですよね。そうです、はい、こちら FM 八海さんも赤いですよね。もうとにかくね、あの地元の企業を応援したいので、これからも応援したいと思いますよ。ありがとうございます、はい、あの秋にはですね、はい、新しい新車種 MX30 という MX30、はい、かっこいい観音ドアの車が、うん、ちょっと面白いコンセプトの車が出ますので。あ、そうですか、はい、ぜひあの店に遊びに来てください。はい、行きます、はい、それではもうたくさんね言うことがあるんですね、はい、まずは原爆の日も近づくということで8月6日の灯籠流しをされるということで、はい、 はい、ありがとうございます、はい、あのこれはまあプライベートでいろいろ街の活性化のためにやってるんですけども、はい、今年被爆75周年なんですよね。そうですね、75周年、で75年っていうと、はい、被爆から75年間は草木も生えないと、はい、こうよく言われてたじゃないですか。そうですね、はい、その75年目が今年の8月の6日。そうでしたか、はい、しかし、本当だったら、はい、この今年の日本はオリンピックがあって、はい、今たくさんの外国人の方々が来られて、広島にもたくさん来られてて、はいはい、折り鶴タワーにも平和公園にも、はい、たくさんの外国人の方が来られて平和を、はい、平和の素晴らしさというのを多分享受していたはずだったんですけど、はずだったんですけど、いつの間にかこのコロナ禍で、何もしないことを良しとするというか、はい、何もできなくなっちゃってです、ね、誰も来ないですし、はいはい、で灯籠流し自体も8月の6日中止になったんですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、で被爆 の, その式典も、うん、すごく縮小されてやったりとか、縮小されて、はい、開催されますね、はい、でまあ、私もそのやっぱりこうターニングポイントである75年目の8月の6日に、はい、何もしないことというよりは、はい、まあ、規模は小さくても心は大きく、うん、今できるようなことを今らしく、その制約を受け入れながら何かしたいなと思ってて、はい、で行き着いたのがオンラインによる灯籠流しなんですね。オンラインですか。ちょっと話長くなりましたけど、いや、いいですいいです、オンライン、はい、わ、これ皆さんどうすれば参加できるんですか。あの特設サイトを作りますので、はい、これ8月の5日から開設になります。5日から、はい、オンライン灯籠流しで出てくると思います、はい、オンライン灯籠流しで出てきますので、はい、そこの特設サイトに、はい、携帯や、はい、そして PC からパソコンからつないでいただいたら、はい、そこの会場に届き、あのサイトに行きますので、はい、そこで、オンラインでメッセージを無料で、メッセージを、はい、灯籠が流せる、はい、その画面上に流せるという、はい、はい、これによってですね、はい、あのご自宅でもできますし、はい、ご高齢になられた被爆者の方々も、はい、あのおじいちゃんおばあちゃんでも家でもできますし、はい、あのメッセージを自分の家でご自宅でどこでも、そして世界中から発信ができるというような、はい、そういう取り組みです、はい、素晴らしいですね、はい、皆さんぜひぜひお願いします、はい、このオンラインの灯籠流し、はい、特設サイトに、を見つけて、メッセージを流してみてください。でどうしてもですね、はい、灯籠流しが中止を知らなかった人とか、当日平和公園に来られた方とかには、はい、あの旧球場跡地、はい、今の花の輪の会場を利用して、はい、大きなモニターを5つ準備してですね、うん、そのモニター越しにそのオンラインの灯籠流しが実際に投影できるような、そういう投影会場もあの作りますので、はい、数にはまあ制限ありますけれども、そうですね、はい、はいはい、そこでまたいろんな催しも行いたいなというふうに思ってます、はいはい、決して参加型のイベントじゃないので、はい、ぜひあのご自宅で、はい、オンラインで、はい、オンラインでやっていただけたらなと思います。はい、で、あと戻りますけど、折り鶴タワーのアピールがありますよね。はいはい、もう時間ないですね、はい、あ、大丈夫ですよ、はい、大丈夫です。折り鶴タワーはやっぱりコロナの影響で、はい、4月の13日から6月の20日まで2ヶ月間休館を
まあ、余儀なくされてたんですね、はい、で6月の20日の休館から新しく再オープンする際には、で私の性格上、はい、なんていうんですかね、ただ黙って開けるだけが今開けるだけでしんどいじゃないですか、開けるだけでも大変なんですけど、す私はもう開けただけでは嫌なので、楽しいこと、はい、楽しいことをやっぱり何か発信したいということで、はい、ビアガーデンをオープンしたんですね、はい、であのジャパニーズビューティービアガーデン、略して JBB っていうんですけど、うん、JBB、はい、広島のモデルの子たちが、うん、この折り鶴タワー1階の握手カフェで、うん、ウォーキングをしたりダンスをしたり、そしてビールを運んでくれたりと、そうですね、至れり尽くせりのサービスをさせていただいて、はい、でその後は、折り鶴タワー自慢の展望台が、うん、夜はルーフトップバーでバーになりますの で、はい、でここも、まあ、もともと折り鶴タワーは風が通るビルなの で、 そうですね、3密にならない本当に風が通り抜ける気持ちのいい、はい、あのビルですから、ここのバーで、そしてビアガーデンで、風を感じながら、もう新しい形態のビアガーデン、そしてバーを皆さんでお楽しみいただけたらなと、思います。すね、毎週木金土、木金土ですよね、ま、木金土のみ、はい、そして9月末までで、9月末まで、はい、終わりですので、はい、もうチャンスは少ないです、はい、エルコさんも先日来ていただいて、はいはい、そうですそうです、はい、で私ちょっと踊ったかも、ありがとうございます実際に行ったらもうすごいシールドとかされてて、はい、あと風がすごい吹き抜けるから、はい、だから3密にならないんですよ、はい、しかも距離を空けてるから、はい、そして綺麗なお姉さまたちが、はい、モデルがいらっしゃって、はい、本当にエンターテインメント楽しみましたよ、はい、ありがとうございます、また行きます、あ、ぜひぜひお越しください、はい、ボストンで人気ナンバーワンモンドセレクション2年連続金賞受賞、広島名産のレモンをぎゅっと閉じ込めた広島レモンスティックケーキ、頑張った自分のご褒美に、またお土産にも最適、ぜひボストンへ。はい、今月のプレゼントです。ウミノススパンドリゾートペア宿泊券1名様と、株式会社ボストンプレミアムレモンスティック5個入り8名様です。それではキーワードを言いますね。ハッピーエルコちゃん、ハッピーエルコちゃん言ってくれちゃった、もう一回いきますハッピーエルコちゃん、ハッピーエルコちゃん、もう徹夜会長にこんなことさせてしまってすみません、気持ちいいです、乗ってくれてありがとうございます、ありがとうございます、はい、このキーワードを LINE の西広島タイムズ公式アカウントより入力して申し込んでくださいね。あとはがきでも受け付けます。郵便番号 733-8675 西広島タイムズエルコちゃんタイムズプレゼント係まで、住所を書かなくてもこちらで届きます。締め切りは7月の31日までです。それではちょっとだけ英会話のおさらいしましょうかね。7月17日号でハッピーアニバーサリーってやったんですけれども、これです。私は2015年に社長を引き継ぎました。 I succeeded as a president in 2015. 哲也会長は How about you? I succeeded as a chairman and CEO in 2015. Very good. Nice. Thank you. Perfect. 素晴らしいです。急に振ったのにありがとうございます。ありがとうございますはい、あと、哲也会長、最後に何かリスナーさんにメッセージがありましたら一言だけお願いします。いや楽しかったですね、はい、私は本当こういうのは苦手なんですけど、そうですか、はい、いい回して、あ、回して導かれました、はい、導きました、言いたいことが全部言えました。折り鶴タワーよかったですね、はい、地元のためにも頑張っていきたいと思います、はいはい、これからも松田社そして折り鶴タワーよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますね。はい、本日のゲストは株式会社広島松田代表取締役会長兼 CEO 松田哲也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてパーソナリティはエルコちゃんこと沖縄梨沙でした。来週のゲストは25年の語り部 NPO 法人ピースマインズ代表川野富子さんです。なんと川野さんは佐々木貞子さんの同級生で一番仲良しだったんです、川野さんはですね貞子さんのことを貞ちゃんと呼んでました。で私もちょっと同じ共通の方が恩師がいらっしゃるのでそのお話をしたいと思います。それでは笑顔で Keep a smile. See you next week. Have a nice day. ハッピーエルコちゃんでした。哲也さんありがとう。ありがとうございました。 Thank you. Bye. Thank you. Right.
だからハッピーハッピーミーエルコ、ラッキーラッキーチャンスエルコ、フラはいつ咲き誇るかわからないからワクワクするね、hey! ハッピーハッピーミーエルコ、ラッキーラッキーチャンスエルコ、ゴーゴーレッツゴーエルコちゃん、どんな時も Go, go.